えー、この動画では、えー、漠然とした不安というものを、漠然とした幸せに書き換えるというお話をしたいと思います。えー、漠然とした不安とは何なのかっていうふうに考えていったときに、えー、なんとなく不安だとか、なんとなく心配だっていう、その理由のない不安とか心配のことなんですよね。 理由がないというのがポイントで、理由がまあ意識あんまりできないよっていうことなんですね。で、例えば、あの、拳銃をここにこう突きつけられてれば、漠然とした危険ではないんですよね。それはもう本当に命がここでなんか危ういっていうもう健在意識で確実に意識できる危険じゃないですか。でもそうじゃない。なんとなく心配っていうのはその、あの、 潜在意識が感じてるっていうことなんですよねで根根、えー。根拠のない自信とかいうのってあると思うんですけど、あのー、言葉としてですね。あれも、要は潜在意識的に自分が、に自信があるみたいな、ああ、ことなんですよね。だから要は潜在意識が捉えー、取られている不安だったりするっていうことなんですね。で 潜在意識が捉えている幸せに変わっていけば、えー、いいんですけど、それを書き換えていく方法っていうのが、まあ、あるわけですよね。えー、それは、まあ、日常的に、こう、幸せな事柄を増やしていくっていうこともそうだと思うし、えー、まあ、美味しいものを食べるっていうことが幸せだというふうに感じるのであれば、日常的にそういう、うなんか食べなきゃいけないものを食べる。 みたいな、あ体があの動けなくなっちゃうかもしれないから食べるみたいなね、不安をベースにした食ではなくて、それによるなんか生きている喜びを感じるとか、もう美味しいというなんかこう、楽しみとか、そういう風、えー、な感じで食べるという習慣を少し書き換えてみるだけでも、そのポジティブ、潜在的にポジティブな習慣になって、それが ポジティブな思考習慣になって、ポジティブな、あ漠然とした、あのー、幸せみたいなものにつながっていくと思うんですね。なんか潜在的に幸せそうな人っていうのはあ、なんかよくわかんないけど、理由わかんないけど幸せそうみたいな、そういう人ってたまにいると思うんですけど、そういうふうな、その、書き換えがね、できると思うんです。で、あのー、潜在意識の書き換えのテクニックとして、 色とかあ、ストーリー、物語なんかを使うっていう手法がありますので、えー、それについてはもう、あの、ご存知のあー方にこの,あの動画をお届けするものなので、えー、それについてはまた別のね、機会にあのお話しできればなというふうに思います。その漠然としたというのは潜在的な意識で、えー、捉えている感情ですよというお話でした。 それをよりポジティブなものに変えていくには、あの心の習慣みたいなことで。で心の習慣はうーん、なんかその行動と結びつけてやってあげると、あのまあ、その変化をね、促しやすいんじゃないかっていうことと、まあ、具体的にストーリーの、ストーリーとか色とか,なんかイメージワークでやるっていう方法がありますねっていうところのシェアでした。 お聞きいただいてありがとうございました。